茶は、はい、蒲田リンキーリンクスタジオさんで撮ってます今終わりまして撮ってるんですけど、はい、そうだね。本日が何月何日でしたっけ。本日は5月20日ですね。5月20日はい、バイバイ。あ、バイバイ。5月20日で、あ、これです。まあなんかバイクツイッターでいろいろと、うん、なんか炎上みたいなのがあったんですよね、うん、あれですねファーストテイクの件について、はい、せっかくなら話してみようかなみたいな感じなんだけど、はいはい、これ何が起きたんだっけ。まあなんか自分、いや言うて自分もめちゃくちゃ詳しいわけじゃないんですけど、うん、まあ元々ファーストテイクって一発撮りで撮るっていうのが形で撮ってると思うんですけど、うん、まあそれにおいて、まあ後からピッチ補正だったりとか編集してるやんっていう話が出た、うんうんうん、でなんかそれに対してなんか界隈でああだこうだ騒いでるっていう、そういう感じだね。簡単に言うとそんな感じ。そういう感じだね、はい、もうまずさ、その問題となったツイートのさ、文章の一言目がさ、はい、ファーストテイクとやらせ問題についてってやらせ問題、もうこの書かれ方をしたらさ、ファーストテイクはやらせだって言ってるもんね言い方としてはね、言い方としては、うん、で、何がやらせなのかっていうと、はい、チャンネルのそのファーストテイクの歌は生歌ではなく、はい、後処理で音程を修正した音源が使われています、はい、つまり音程が外れている箇所を手作業で修正しているということです、はい、これを嘘と取るか演出と取るか、あなたはどう感じますかっていう問いかけなんだけど、はい、うん、これさ、やっぱさ、音程のことだけ話してるっていうところからしてさ、はい、まあ、まず音楽業界の人じゃないなっていうのが、まあ、なるよね。まあ、少なくともあんま携わってる人じゃないなっていうのは一発わかるよね、はい、なんでかっていうと、あのミックスって作業が本来はあるわけよ。ファーストテイクだったりしろ、はい、それはコンプレッサーとか EQ とかさ、はい、ノイズ処理とかいろいろかけてるんだよね、はい、うん、そういったものに関しては言及してないんだよね、はい、うん、一番表立って分かりやすいピッチに関してだけ言ってきてるっていう、はい、それがやらせじゃないのみたいな言い方をしてるってとこで、はい、あ、この人はまず音楽あんま詳しくないなっていうのが俺はまず思ったの、はい、で実際見てみるじゃん、その人のアカウント、はい、やっぱ音楽のことどこにも書いてないんだよね、はい、ってことは、あ、この人は、まあ、ある意味俺からしたらやっぱ音楽に携わってなくて、はい、すごいなんか、なんていうの、音楽俺好きだからすげえムカつくんすよこういうのっていうような熱量ではなくて、はい、うん、なんかちょっとアフィリエイターみたいなイメージ、はい、うん、なんかアフィリエイターがネタ見つけたからちょっと言ってみましたみたいな風に俺は取れた。正直あんま分かんない人が言ってんなっていうさ、これなんか別のものに例えるならさ、例えばマジシャンが一人で出てきてマジックやってるように見せてるけど、実は裏方でめっちゃ人がいてさ、めっちゃ動いていろいろやってるんだけど、え、一人でやってなかったのそれずるじゃんって言ってるよ、例えばね、はい、まあ、俺はね、例えばイメージとしては、はい、うん、そのこう収録するにおいてさ、裏にいろんな人がいてさ、いろいろ関わって音を作る裏方の作業をしてる人たちがいっぱいいて、あのファーストテイクだったりさ、普通の CD の音源だったりとかさ、ね、楽曲の音源って成り立ってるものじゃん。そこが見えてないとそういう風に撮るんだろうなっていうようなイメージが一つあるかな、この人に対してね、この人に対して俺が思うことは、はい、で、表現の有無だよね。そのさ、ちょっと調べればさ、ピッチ補正が当然っていうのはもう情報として出てくるじゃん、はい、みんなピッチ補正違うねみたいな、普通にみたいな、はい、うん、だからそれはなんかちょっと音楽に携われば分かることで、で逆に音楽に全く携わってない人が、一般の人が見た時に音程を編集したものをわざわざ出してるんだよみたいなさ言い方をするのさ、はい、こう裏方を裏をわざわざ暴露してなんかそれが面白いみたいなさ、ニュアンスに聞こえるわけよ、はい、でもさ、聞いてる側はどっちでもよくないって俺は思う、はい、聞いてる側からしたら、はい、俺聞く側の気持ちになって考えた時にピッチ補正をしてるかしてないかで考えたことあんまないよ、はい、いい歌かどうかってさ、ピッチ補正してるかどうかでは判断できない部分の方が大きいじゃん、はい、うん、と思うので、すごく一部のとこだけ切り取ってやらせって言っちゃってるかなっていう感じ。なるほど、うん、だからまあ
全然そんなことないよって感じ、別にやらせじゃないよってファーストテイクやらせですよって言われたら、うん、やらせじゃないよっていうのが個人的な答え、はい、うん、です。ごめん、ちょっとうまくまとまってないことです。すいません。まあ、一個驚いたのが、うん、まあ、そのツイッター、あー、そのツイートがタイムラインに、まあ、自分とかにも流れてきて、うん、思ったのが、まあやっぱり当たり前のことですけど、うん、実際に自分が何て言ったらいいかな、クリエイター側じゃない、要するにリスナー側の人間からしたら、世に出回ってる音楽、まあ、歌物の音楽っていうのは、うん、まあ、あの人がしっかり撮ったものはそのまんまっていうふうに思われてるんだなっていうのは、うんうん、まあ、あ、やっぱそうなんだなっていう再認識になったぐらい、うんうんうん、まあ、思いのほか多かったことで、まあ、ちょっと驚いですけど、そうだね、まあ、でも仕方がないんだなっていう、うん、個人的に悲しかったのは、あれをなんていうか叩く風潮というか、あれをしていい作品を、うん、より良いいい作品をそのマーケットに流していくっていう、流すために努力して調整してくださったエディターの方がいるわけじゃないですか、はい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 、そこに目を向けられて、なんかそこに目を向けられずにひたすらなんだよこれって叩かれているっていう現状は、正直クリエイター側に対してもエディター側に対してもちょっと侮辱的だなっていうふうに、あ、こんなに駒としてしか扱われてないのかっていうふうには、ちょっと自分は悲しくなっちゃいます。自分はこういろいろとレコーディングしたりとか、自分が結構ベースやっててめちゃくちゃ練習して、自分レコーディング1曲絶対30分以内にあるんですよ。30分もかかるんですよ。そう、絶対に30分かかるんですよ。で、そういうふうにしてる理由としては、めちゃくちゃ、その、例えば我々のバンドだったりとか、まあバンドじゃなくてもいいですけれども、そのレコーディングじゃ本番のすごいレコーディングスタジオの環境でやりますってやったのに、そこでサポートしてくださるエンジニアの方だったりとかたくさんいるわけじゃないですか。そういう方々に、まあ、迷惑かけないじゃないですけれども、あの一緒にやってくださるから、そこの負担はなるべく減らしたいっていうのも一つあって結構頑張っているんです。自分はそういうところはしっかりとやってます、うん、なんていうか、その裏側というか、そうエンジニア側に対するリスペクト精神が足りてねえなっていうふうには思いました、はい、でもなんか今の話だけ聞いてると、なんか構造的には、うん、なんかたまたまコンテンツがこれだっただけで、うんうん、まあ、いわゆる SNS のよくあることなのかなっていう、そうだね、もう表面の部分のところだけで、うん、情報をルフしていく、うんうんうん、だからもうここから先って本当は好き嫌いじゃん、ただの、はい、やらせだからいい悪いとかじゃなくて、ピッチ補正した音源が好きですかとか、そうじゃないものの方が生々しくて臨場感あっていいですかっていう、ただの好き嫌いの話じゃん、はい、で本来は俺たちが落ち着く場所じゃん、はい、うん、いや本当はね、ピッチ補正しなくてもできるくらいいい歌歌いたいよね、分かる分かるみたいな気持ちも俺あるし、それが、うん、でピッチ補正した方がサクッと終わるから、あと自分の中でいい表現ができてるけどピッチが外れてるっていうものを、はい、だからお化粧するに近いはい、ってよく言うのね、はい、すっぴんでもすごくいいけどお化粧したらさらに良くなるじゃないみたいなさ、そういう気持ちでやってるからっていうのがやってる側としては本音であって、もう一個裏返し的に言うと、うん、まあすごくこう思われて、一般大衆の方々にこう思われてしまっているっていうのは、うん、これ裏返し、裏返すと、うん、この我々演者側か、うん、演者側のコミュニティのクオリティが下がっているからそう思われているっていうことの裏返しでもあるので、まあなんかこうさせてしまったのは演者側のそういった怠慢もあるのかなって思っちゃったりはします。まあね、それでも今っていろいろもうすごい速度感でもう企画が立案されてマーケットに流れるまでがスピードが速いので、うん、まあ、いちいちこう結構演者側のクオリティに時間を割いている時間もないっていうところもあるとは思う。まあ、そうやね。
あとはまあ歌い手文化がすごい流行った時とかにやっぱ、はい、絶対補正しなきゃ出ないような音だったら明らかにさピー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 みたいなさだったりするから、はい、うん、ああいうのを指したりとかしてるのかなとか思ったりね、まあ、するんだけどさ、うん、だからそこはちょっとさ難しいんだよね。木を見て森を見ずというかさ、ピッチ補正って言葉がさ、木のことも指してるし森のことも指してるしさ、はい、大森林のことも指してるからさ、はい、ピッチ補正の何がっていうところをもっと言わないと本当はなんか問題注意喚起になってなくて、でここでツイート見るとさ、実際に悲惨なのは初心者の音楽系 YouTuber でしょう。先駆者たちがピッチ補正をしているのにそれに気づかず生歌だけで勝負している、真面目で不器用な初心者 YouTuber たちをたくさん見てきましたって書いてるんだけど、それはちょっと俺この人は何言ってんのって感じはちょっとする。本当に何人見てきたのって、ちょっとこれ持ってないって、この言い方自体これ持ってないって思うの、うん、だマジでググれば一発で出てくるから、ググることすら怠ってるならそれは初心者の音楽 YouTuber っていうかって話じゃない。ググる能力低いだけやろそれはって話になっちゃうの。いや全員知っとるよって、歌自分でレコーディングして歌ってみた出してる人は、うん、まとめとかさ歌ってみたをやるにあたってみたいなさ、まとめされてると絶対ピッチ補正のソフトこれ使いましょう出てくるからね。これを知らないっていうのは趣味で、本当趣味でちょっと歌ってみたやってみたいわみたいなさ、本当にカラオケでちょっと一曲やってみたいわくらいの人だったらそこまでいかないかもしれないけど、うんうん、でもそれって別に何こう勝負しているってこれ書いてるけど、いや勝負はしてないよね、自分たちが楽しむだけにやってる、うん、勝負しようとした人たちは絶対ピッチ補正のところに行くから、歌で勝負しようと人たちはググる能力が現代の人ならとは思うから、だから俺この書かれ方はちょっとなんかこう印象操作だなって思う、すごく、うん、本当に、うん、まあ一言じゃないけど、まあなんかいろんな形式を持ってほしいかな、うん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 、って思うけどね、うんうん、はい、例えば、まあ、ピッチ補正に関わらず、うん、まあギターで例えると、うん、ジミー・ペイジのレコーディングの音とライブの音って全然違うよ、うんうんうん、言うよね。で、テク系が好きな人からすると、うん、ジミー・ペイジって下手くそだよねって言われるけど、うんうん、でもライブ音源で聞いたりするとそれは逆に俺は味だと思うし、わかる、うん、補正してようが補正してなそうが、うん、何回もレコーディングを繰り返していい音を取ろうが取らないが、うん、その人の味個性だっていう音楽があるわけです、うん、あります。だからなんかまあピッチ補正もしてるよね、うん、してないところでのライブでのサウンドとかもあるよね、うんうん、っていう見識を持って自分なりの答えをちゃんと持つべきだと。例えば、うん、ピッチ補正してるのがダメっていう一辺倒な考えではなく、うんうん、そういう世界もある、うんっていう認識、そうだね、まあ、見識が、まあ、を広く持ってほしい。ただ、うん、まあ、やっぱり SNS とかだとどうしてもね、うん、尖った内容がやっぱりフォーカスされてフューチャーされやすいけど、そうですね、だけど一旦自分の中でインプットして吸収してみて、うん、自分の中で一旦落とし込んでみてから、うん、じゃあこの人の言ってることはなるほど、そういう風なんだ、うん、じゃあ自分はどうなんじゃないのかなっていうのをちゃんと自分の中でインプットすることが重要で、はい、ただ単にインプットして自分の中で落とし込まずに、いやピッチ補正してんのこんなん、ね、詐欺だみたいな風に思って発信は思うはしない方がいいんじゃないの、うん、そう結構今回のあの一件でやっぱ SNS のこの劇薬の部分なのかなと思いました、ね、この情報の取捨選択をするっていうところにおいて、はいはいはい、しっかりと今土井さんがおっしゃったことって多分本来は情報
こっちで扱うにはだって当たり前のことだったはずなんですよ、うん、でも SNS が普及するにつれて、うん、あまりにもこれはこうだ詐欺だみたいなのがみんなの見えているでっかいコミュニティの中でパブリックな場所でバーンと公開される環境になっちゃったので、まあ、結局どんどんと、うん、それが広まっていき、ね、全然いなくなりましたもんね SNS の中で情報をパッと見てこれ何なんだろうとか、まあ、ニュー例えばそれこそなんかたまに流れてる SNS のニュース記事だったりとかリンク貼ってあるんですけれどもリンクの見出しでなんかすごい過激なタイトルが付けられてるので普通だったら何だろうと開いて読んでみてあやっぱ違ったわってなるんですけど表面だけ見てるとやっぱりそうだったじゃないかみたいなそうそうそうだから多分あのツイートは全部読んでないねファーストテイクのやらせ問題についてって見出しがついた時点でだからファーストテイクはやらせだったんだっていう、うん、その事実っていうでしかもその後ピッチ補正してますってすぐ上に出てくるじゃん、はい、ってことはイコールピッチ補正がやらせなんだピッチ補正をしているってことはファーストテイクじゃないんだ嘘をついてるあいつらは俺たちを騙しているっていう印象操作になるわけ結構まあやり方手口としては週刊誌と同じまあそう週刊誌と同じレベルだよ本当にまあでもなんかその人が なんか訴えたい意図もあるんだろうねそのやらせだっていうふうに訴える意図があるんだと思うきっと意図はねやっぱツイート見るとこの人ただのアフィリエーターっぽいからだからじゃあそれは注目を浴びたいそれはそれにおいて、うん、その注目を集めるっていうことでは、うん、成功してるよねそうだね成功はしてらっしゃる成功はしてる、うん、そうそこでだから別にその人が悪いとか俺は別に思わないし、うん、そういう証拠があるそうやってまあ、はい、まあ俗に言う炎上処方みたいな感じじゃん、はい、レビュー数を稼ぐためにそう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 、うん、まあそう本当そうだと思うそれでお金を儲けるのであれば別に問題ないし、うん、ただそれの情報だけに左右されると見識が狭まるからもっといろんな人の、リアルな感想意見だったりこういう会話を、ね、人とが、なんか対面で会話して得る情報だったりとかあとネットでの情報とかを自分の中でいろいろ拾って見識を広めなければいけないとは思うけどね。そうね別にその絶対悪ではないしその人が、うん、そのファーストテイクはピッチ補正してるから、クソだみたいな風に言ってるかもしれないけどその人の、まあ、意図は、まあ、理解してあげないと結局その人と一緒だから、はい、その人がいやちげえだお前バカじゃねえのとか、はい、それ言ったらそれ言ったらその人と一緒だから同じだからその人をただ単に批判するだけになるとその人と結局同じレベルでの会話しかできてないから、はい、その人にもそれなり の意図がある、はいっていうのを意識した上でちゃんと自分なりの回答を、ね、述べないとそう、ねうん、アンチに対してアンチでぶつかってもそこは別に何も生まれないから、はい、っていう考えかな、うんうん、別にそれはそれで俺はそういう商法があって、うん、あえて注目を浴びるっていうことに向けての商業的な成功っていうのがあるからその発信をした人がね、うんはい別にその何を言おうがそれに、ま、その発言をしたことに対して周りがどう触発されてしまうかっていう方が俺は問題だと、うん、それに対してそうだそうだいや違うだろう結局その人の手のひらの上で踊らされてただけだから今起きている事象に対して客観的に見れるようになる俯瞰的に言ったら俯瞰的になって見れるようにないと、うん、結局実際にもしかしたらさ、うん、ガチでそういう、ね、注目浴びてね、ブログとかで収入が増えてとか、うん、で成功していく可能性もあるし、うん、その人が本当にお金がなくて、うん
それでしかお金を稼ぐ方法がないとかであれば、まあそういうね、あのお金の稼ぎ方とかもまあありなんで、なんとは情報に対する、情報プラットフォームに対するかもしれない運転ができてるから少ないです、本当に最後、うん、だからまあそれだけに左右されないでねっていうのは、はい、そういうあの反アンチ的なまあ、ね、ツイートだったり発信に対してそれだけで、うん、あのユーザーはそういうのを見て自分、うん、判断しないでほしいなと、うん、いろんな情報がある、まあね、まあ、ポジショントークになっちゃうけど、音楽やってる側からするとこういう身も蓋もない言い方はちょっとおいおいって思うけど、個人的にはね、もうやめてってもうこういう取り上げ方やめてってちょっと思うけどね、まあ、迷惑やな本当ってな、ちょっとポジティブあるけど、まあ、これが別のジャンルだったら、まあ、もうちょっと俯瞰してみるとかもね個人的には、ね、まあ、実際に本当に音楽に携わる身からすると、うん、そういう考え方が音楽業界を衰退させてはしまってはいると思う。そう、うん、そのエンジニアにした、さっきチューラが言ってたさ、配慮したことを発信してないのは、まあ、そう、まあでも商業的に見るとまあ仕方ないって言っちゃう、まあ、応援する必要ないものじゃなかったなんかあるんですけど、うん、ね、わざわざやり玉にあげるって批判するようなことかなみたいな感じだったよね、なんか、まあまあまあ、ね、そうだ、あれを、まあ、ファーストテイクの話持っちゃうけどさ、あれを聞いてさ、ピッチ調整全くしてないんだすごいっていうところまで思わなくない、してるかもしれないなくらい、俺は聞いてて、あ、してるかもな、あ、してなかったらそれはすごいけど、してても別に、いや、うまいしなくらいのニュアンスだったんです。あ、そうですね、結構半々のリアクション、自分はちょっと違いますね、本当にしてもしてなくてもどちらでもいいというか、うんうんうん、自分としてはしてたからなんていうか、あ、まあまあ、それはそうです、私はそういう感じです、うん、え、なんか音源聞く感じだとちょっとしてそうだなとは思うのよ、なんか普通というか、うんうん、いや、なんかね、どうか、うん、多分それなりにそういうレコーディング現場とか携わってる人だったら、うん、多分もう最初の段階で分かってる人はいたと思います、ね、うん、まあそれはそうなんで、うん、でも分かってたからといって別にいいんだからどうだこうだって、そう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 、そこなんだよ、だからファーストテイクを聞いた時に、あ、ピー調整してるかもなとか、歌が多分一番そこの荒が出るから、歌大変そうだなと思って、で聞いてみて、おーすげえめっちゃいいやんってなって、あ、ピー調整してるかもなって、うん、してないかもしれないけど、まあでもどっちにしろすごい上手いからいいやみたいな感じ、俺もで、ニュアンスは近いと思うけどね、まあ、その、まあ、そもそもファーストテイクを聞いた時の印象ね、それはだからそういう気持ちで来てたから、このピー調整してるから大変だみたいなところにの話題に関して、なんか言われれば、まあ、これピッチ調整してるのどうなのって確かに思おうと思えば思えたかもしれないけど、なんかあんま思わなかったんだよなって感じ。まあさ、まあ今話すのはもう個人的な意見だけど、うん、いいじゃん、してようがしてないが。いや、もうそうだね、でもここ3人言ってることでしょ、そのそうそうそう、してもしないからいいよ、別にもう別に、そう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 、うん、聞きやすく、聞きやすいならいいじゃん、そうそう、なんかそう、微調整してから嫌だなとはなんだろうね、なんか、うん、ファーストで音楽だし、うん、音楽だし、やべんないから名前がよくねえんだよ、ファーストテイクっていう、あー、なるほど、ファーストテイクって言ったら触ってなさそうじゃん、確かに、そこが問題、その印象操作がなんか良かったんですかね、そっか、なんて言えばいいですかね、とりあえず一発だけど調整はしてます面白い、面白い確かにね、まあ、そうっすよね、ファーストテイクそもそもあれなんですね、多分初めて、1回目のテーマまあまあまあ、確かにネーミング、うん、一発撮りみたいなさファーストテイクって、うん、そもそも一発撮りに対する、うん、定義じゃないですけど、内容を多分履き違えてる人も多分思ったと思う、そうだよね、俺たちの本来言う一発撮りってさ、撮ったものを、あと一発で撮ったものをそのままミックスしますじゃんってことは、補正修正入るよねって、当たり前のようにっていう、ただその代わり同時に音鳴らしてるからグルーヴ、こうバンドの一体感みたいなのはすごい出やすいよね、はい、っていうのが
バンドやってる人の一発撮りっていう認識だと思うんだけど、でもさ、今さっきネーミングって話が出たけど、例えば音楽をやってない人から、まあ、YouTube って結局そうじゃん、うん、どんな人でも見れる、うん、ね、0歳から99歳100歳まで見れる、ね、音楽をやってない人たちが、うん、その中に何人もいる、うん、ってなった時に、うん、実際あ、こんなファーストテイクっていう、うん、コンテンツがあるんだ、うんうん、見てみよう、うん、で、荒探しをした、うん、そのこれ一発撮りじゃねえみたいなのを見たら、うんうん、確かに疑問は生まれるよね、うん、騙されたと思ってしまうのかもね、まあ、うん、音楽を知らない人からすると、うん、まあ一般的にこう音楽をに深く携わってない人だよね、うん、はい、からするとまあちょっと確かにアーソテイクっていう名前からして例えば99歳のね、おじいちゃんおばあちゃんファーストテイクって一発撮りかと思うだろうし音楽聴いてない人とかするね、うんうん、ファーストテイク の運営がどういうスタンスでなんだろう、うん、そのね、うん、運営していくしているか、はい、っていうのもちょっと気になるところであるよね。確かに、はい、一発撮り風みたいな、はい、まあね、修正 してないとは言ってないからね、ピッチ調整してないとは言ってないわけですよね、そこに関しては、まあ、一発撮りのパフォーマンスをすること、ね、白いスタジオに置かれた一本のマイク、ここでのルールはただ一つ、一発撮りのパフォーマンスをすることだな、はい、まあでもそれさ言ってしまったら家系ラーメンと一緒だよね、はい、家系ラーメン、はい、吉村の、うんうん、の吉村屋を総本山に置いて、はい、いろんな分家がある、はいはい、だけどそれとはまた別でさ、はいはい、ね、吉村を受け継いでない家系もあるわけじゃん、いっぱいいっぱいあるじゃん、いっぱいありますね、それと一緒に家系図で調べてみてください、吉村屋家系図ってやると出てくる、家系家系図ってやると出てくる、ここ2人は神奈川が長いからね、そこの家系ラーメンに対しての愛が強いのよ、いやまあそら、うん、家系って言われたら、うんうんうん、あ吉村屋の直系なのかって思われる人も多い、そうだね、なそういう詳しく知らない人も、ね、それが家系かって思っちゃうもんね、そう、うん、だけど実際いろいろ調べてみると違いますよね、っていう、なるほど、ファーストテイクは家系だったと、いやだからそういう感じで勘違いも起きやすいと思うそういう名前、まあ、要するにファーストテイクを家系に例えると、そうだね、そうだね、そう勘違いも起きやすいよ ね、まあ、ね、あとね、俺ここはね、まあもう明かさなくてもよかったんじゃないっていう、こうなんかさ、一般の人たち、もう最初から俺言ってるけどさ、一般の人たちは分からんからさ、分からんから分かんないままで別によかったじゃんっていう、何か問題のように提起しなくても別に問題はなかったよって思うのよ、うん、誰がそうしてたって思うわけで、こういう人がそうしてるんですっていう文章の中に、さっき言った音楽初心者の何こう歌い手の人がそうしてるとかって言うからさ、いやそんなことはねえという話だ、俺からしたらガチでやってるやつは調べりゃウィキに一発目に載ってるってそれみたいな、だから俺からしたら誰もそうしてない話をわざわざ悪いように言っちゃってるなって、でまあうまくそこに俺たち以外のねに もうプロのミュージシャンとかもすごいリアクションしてるわけで、自分語りとかを始めてしまうわけよ、俺はアピ調整することに関してとかもすごい言ってるわけよ、いや、まあ、そういうなんか論争になっちゃってるのはちょっとどうね、ちょっと悲しい流れになってしまったなと思う、まあまあまあそうになってました、あれじゃない、その一部の熱狂的な家系ファンが、うん、そのねえ、いやそこは家系じゃねえんだっていうのを、そうそうね、もう、ね、あそ
こは生叩きに叩いてるそれあそこは生の柄を使ってそう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 みんなすごい語ってたよねそこに関してねそうだよね違うんだそれになんか似た感覚がありますねそうだよなすごいみんなみんなすごい言ってるよねでも結構言ってますよ、ね、自分もざっと見ただけで、うん、なんか三者三様の意見を持ってて、ね、結構見てる感じですよ。ある意味そうやって、はいね、火種を作ったことによって、はい、いいように手のひらの上で踊らされてるのを、いや、この感じ確かに。まあね、俺は、まあ、今日今回はいい YouTube ネタもらったなくらいで喋らせてもらって、まあ、俺もいいネタをいただいたなっていう感じで、はい、ありがたい話ですよこういう話題はね、割とピッチ補正だけで検索すると山ほど出てくるよすごいですよね、まあね、まあ、でも一発撮りを歌ってるチャンネルがボーカル音声にミックスでピッチ補正をすることはいいことなのかっていう話をね。まあまあ前に1回ぐらい。そうだね。そこが本当見る人によって変わる部分じゃん。それ。見る角度によっていくらでも変わるからさ。あと見る深さとかね。でもマジで。そんなイエスノーで出る問題じゃないんだよね。じゃあどこのってピッチ補正したらいけない一発で歌ってるチャンネルがじゃあどこのってどこまでのって何をって。ここもうちょっと深く掘れるの、本当はこの話をするんだって。ミュージシャン側からしたらいいじゃんって、多分全然終わる話なんだけど、ミュージシャンじゃない人が見た時に、えってなるよね、確かにねって、だから見る人によって変わるんだよね、この意見はっていう。だからあなたはどっち側ですかっていうところの問いかけにしかなってなくて、結局是非は問えないっていう難しさには俺は感じたかな。やっぱミュージシャン側だから別にええやんって、もう本当終わる、本当終わっちゃう話だけど、やっぱそうじゃない人からしたら裏切られたって感じる人もいるのかなと、一発撮りを歌ってるチャンネルがピッチ補正をしてる、これは私の思ってる一発撮りじゃないっていう、私の思ってる一発撮りじゃないから怒るみたいな、ショックでした、残念でした、まあそういう人はいるのかなと。でもいたからどうとも言えんけどね。すげえよ。それでもそのバンドないしは歌手を好きになってほしいっす、そうだよ、わかる。それだけの熱量だったんすかっていうのは確かに問いたい。そう、それでなんかピッチ調整がしてて嫌だって思うかもしれないけど、でも本当にそうなんだ。わかる。っていうのはちょっと、すげえわかる。だってピッチだけじゃないもん、歌の良さって。そうそうそう。だから別になんかそこに左右されずに、ちゃんとそのバンドとか歌い手の本来の本質っていうのを見極めて好き嫌いを決めてほしいですね。わかる。それが好きになればいいし、なればなれで音楽業界が豊かになるし。だってドラムのタイミングずらしてたら。例えばよでも多分誰も怒んないですね。ドラムちょっとキックミスってたからちょっとずらしましたっつってもさ、ファーストテイクで誰も怒んないと思うけどね。例えばね、ボーカルだから、しかもボーカルの音程だから、ボーカルの音程っていうのが多分一番キャッチーじゃん、上手い下手が分かりやすい、はい、みんなのカラオケで歌うとさ、音程の上がり下がりとかでさ、みんなうわー下がっちゃった、上がっちゃった、歌の上手い下手がそこだと思ってるから、はい、実はそうじゃなくて、表現っていうのは音程以外の部分が本当に8割くらい、残り8割くらい、音量、ね、音量というか声量だったりさ、こう口の形だったり、もうね、滑舌だったりとかニュアンスだったりとか演技力みたいなのも必要だし、そういったところまで含めて歌なのにピッチしか行ってないっていうのもやっぱりちょっと、そこでもし悪い悪だって感じちゃうなら、ちょっとそれは見方が浅いって言わざるを得ないかもしれないね。もっと魅力はいっぱいあるよ、歌のってね。まあいいんだよ、別に、うん、いいけど、ね、浅かろうがこれから見識を深めていけばいいだけだから、うんうん、そうね、そうね、別にもうピッチしか見えてないのであれば別にそれはまだいいと、うん、そこから先にその歌を歌ってる方の、うん、何がいいのかっていうのを自分なりに深
深掘っていくことがやっぱり音楽を育てていくことだと思うんですよね。別に最初はそれでいいと思う。マイナスか、マイナスでも全然いいと思う。なるほど。それからプラスにしていくのは自分の、うん、感性と耳の良さとかだったりとか、うんうん、いろんな音楽を聴いて育っていくだけだから、うん、いろんなジャンルだったり、ね、逆にそれをそのピッチャーがふざけんなってなってインストに行くかもしれないしインストうわやべえみたいな、いいって思うかもしれないし、そうだ、そういうふうにいろいろなんかね、やっぱりなんかその音楽って別にね、マイナスな要素ではないから、はい、なんかねプラスに働く要素の方がでかいものだから、まあ、別に最初マイナスでもいいよ、うん、どんどん自分の中でプラスにねしていければ、いろんな音楽聴いて、いろんな人の話を聞いて、だからもっと深掘ってほしいよね、うん、そのアーティストを好きになったのは音程がいいから好きになったんですか、そうそうそう、そうじゃないですかねっていうとこじゃん。ライブがいいかもしれないし、ライブでねもうサウンドがいいかもしれないし、あれですね、音楽シーン表立って立っている人たちはその音楽シーンがすごくアイドル化したんだなっていう感じは受けます。要するに今までこうなんかリスナー側としての偶像崇拝的な部分。いやまあそれね、それすげえもう直近でね、本当に服部さんとこないだ話した。あ、そうなの。そうなの、アイドル化っていうところは。そうだなって思います。聞かせてほしいなそれ。やっぱりなんかこう聞いてる側というか応援する側もこうであるはずがない、こんなことあるはずがないっていう無意識感にそういうのがあって、なるほどね、もうそのイメージからちょっとでも外れたら周りにいないですか、その音楽やってない人でなんか音楽の話になった時に誰々さんってすごく歌うまいよねってえっていうあま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 あてんてんてんって、うん、いう人いるんですよ、うんうんうん、でもそれって見てる側からしたら、まあ、そう見えるって話であって、多分昔はそういう見方はしてなかったんですよね。してない、してない、昔の時代のとかそういう見方する人いなかったんですよ。っていうか日本じゃない？それそうですね、日本独自な感性はあると思う。すごく独自な感性だと思う。そうだね。すげえなんかこの話。服部さんこの間なんかそういう話しましたよね。なんか日本独自の感性的なブラックミュージックとかそういうのと比べると日本ってやっぱりちょっとアイドル文化があってみたいな話しましたよね。そうですよね。このアーティストはこうであるはずがないっていう無意識界のそのバイアス的にとか、ね、ああバイアスね、そうだね、それがあるがゆえに、うん、そういう場合ってなんかちょっと欠陥というか欠陥って言い方もあんまり良くないんですけれども、まあ苦手な部分とかそのアーティスト本人の苦手な部分がちょこっとでも公に垣見えた瞬間にもうなんか一気に冷めたわみたいな、あみたいな、カエル化現象というやつですね。そんなことあるよ。はい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 、だからね、そうだよね、評価方法が、評価方法というかリスナー側からアーティストに対するその音楽の評価方法が全部減点方式なんですよ、基本的に。おそもそもアイドル化されてるので、もうステージが完璧である100点満点の状態から、あこういうところはダメなんだねってマイナス10点みたいな、リズム感はそんなないんだねマイナス20点みたいな、そういう感じで見ていって、あれっていうふうにどんどんと余裕をなくしている、確かにって感じだ。なるほどね、あんまりなんていうか、そうだね、だって人間性まで求めるからね。そうですね、うん、人間性とかが違ったらダメみたいなとこもあるさ、歌の良し悪しではなく、ちょっと音楽とは離れたジャンルになりますけど、それこそアニメの声優に関して、あ野沢雅子さんが、うん、じゃあ昔の時代に
テレビにめっちゃ出て、うん、ドラマにも出て、うん、恋愛は禁止語だったね、で舞台で出て、うん、テレビ番組でロケ番組出て、ぶらり旅に出て、そんなことあったわけがないじゃん。でも今それがスタンダードなんですよ。そうだ、そうだね。写真集出して、はい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 、声優さんって本来声優声の仕事なんですけど、裏方だもんね、もともとはね、ほんとにもともとは裏方だから、顔なんて出しちゃいけないくらいの、そうですよ、出しちゃいけないというか、もう知る由がなかった、うんうんうん、なんですけど、ね、そう、そんな感じだよね。もう今は全然違っているので、まあ、いわゆるコンテンツのアイドル化、流通する背景とか、まあ、どうなのね、それって、うん、まあ、日本独自でしょうがない部分もあるっちゃもちろんあるんだろうけど、これカットしてほしいんだけど、あれ、ああ、なるほどなるほどなるほどっていうのを服部さんとこの間話しててまあそうだよね、あの人たちは、まあでももうアイドルそういう文化とかがあるから、うんうん、結局やっぱ日本、なんかそういうのがよくなんか、ね、伝統的な音楽を衰退させてしまってるっていうところで、うんうん、なんかもっとやっぱりそのいろんな音楽を聴くべきだと思うし、そうですね、自分なんかなんか好き嫌い、まあ別にアイドル聴かないわけじゃないし俺も、うん、あ、こんなコード使ってんだとか、うん、作曲とかすげえなとか、作り込まれてんなみたいな、金かかってそうだなとか、ああ、しゃべりじゃないし、すげえなと思って思うこともあるし、分かる別に全てが全てそれが NG なわけではないけど、なんかまあそれ一辺倒になりすぎず、いろんなね知らないものを知っていくっていうのが人の成長につながるんじゃないですか。なるほど。人としての成長。そうそうそう。人としての成長もだし、自分の耳のとか、ね、感性の成長とか、ね、音楽の成長につながるんじゃないですか。うんうん、リスナー側も、これ、なんだろう。ましてやさ、逆に今なんかさ、ね、いろんな曲聴けるじゃん、ネットで。そうです。すごいと思うよ。サウンドガーデン知ってんのみたいな、20ぐらいで、おグランジで、そっか、すごいね、まあ、ニルバーナ、パールジャムとかだったら分かるけど、まだサウンドガーデン知ってんのみたいな、うんうん、はぁーと思って、いやなんかあのニルバーナとかを聞いてたらそれに付属して、うんうん、あ、おすすめで、おすすめとかで出てくるっていう、今すごいいい時代じゃん、わかる、いや俺もほんと Spotify で好きな曲聴いてると、本当関連した似たようなチャンネルがどんどん流れてくるじゃん。で、あ、このアーティストいい、このアーティストいい、このアーティストいいってお気に入りしてったらさ、もう今俺一番自分の好きなプレイリストを入れてるやつも40時間いってるからね。やっぱもう、もう何千曲ですよ。そういう意味では、割とやっぱりそのネットが流行ったことによって、音楽のね、見識が広がってる時代だからこそ、本当にいろんな音楽が聴けるって、いいよね。そうだよ、ね、昔だったらさ、あの HMV とか行ってさCD 流し、 CD もジャケ買いでさちょっと買って、そうで当たったか外れたかとかさ、ディスクユニオンとか行ってさ、いやもう中学生くらいできそうだったもん、なんかツタヤとかでさ、あの視聴コーナーとかでさ、もう焼酎もうさ、そう、なんつーの、あの洋楽欲しいんだけどさ、あの輸入版じゃないとさ値段1000円くらい違ってさそのお金もないからさあの13曲目が入ってるだろう入ってねえだろう、そうボーナストラックでも欲しいからさ、そうそう、頑張って3000円くらいの日本版買うかとかさ、すげえ悩んだんだよね小中学生っていうのと違って、今ってすげえなんていうの、うん、音楽と接しやすくなってるから、うん、いい音楽いくらでもあるからね、いろんな曲を聴く側ですね、リスナー側としてはすごく豊かな時代になったと思います、本当に、ね、まあ、ただね、やっぱ同じくらい音楽以外のコンテンツも今出てきてるからね、
みんなが相対的に音楽を聴くとか、まあ、いい音楽をっていうことに費やす時間が減ってるのは、まあ、もう言われてるよね、みんな言ってるところだと思うんだけど、あとはなんか芸術、まあ、芸術じゃないですか、音楽って、うんうんうん、なんかやっぱり芸術ならね、なんかこう使命感に駆られて聴くとか、うんうん、なんか余計な芝居を自分の中で設けて聴くんじゃなくて、うん、なんか自分の心を豊かにするために私はできるわけ、うん、いただきたいですね、うん、こういうのあるんだとか、うん、こういうの知らなかったとか、うん、そういうなんか毎回毎回その一期一会じゃないですけれども、まあそれを大切にしていただきたいなっていう感じがあります、はい、全然いいと思うよね。なんかさ、関連するアーティストでさ、うん、あ、どうもこんなアーティストあるトップ1、2、3聞いて、全然なんか雰囲気違えからみたいなのがあっていいし、全然いい経験だよ、むしろいい経験、あ、時間無駄にしたみたいな、全然いいですね、うん、じゃあそのね、まあもしかしたらすげえ発掘すれば好みの曲あるかもしれないけど、はい、うんうん、そういうふうにして、そういうふうにして、まあ音楽に対して、まあ、心を豊かにしている、うん、育んでいってほしいなって感じですね。はい。だから心を育んでほしい。やっぱね、ファーストテイクにまたつながるけどね、まあ、そういった一つの要素だけで捉えてほしくないってことだよね。ピッチっていう一つのことに対してとらわれず、ファーストテイクやらせたとかうんぬんとかっていうそういう情報だけにとらわれないで、自分の好きなアーティストを信じ続けてほしいし、音楽ももっと好きになってほしいし。そう、そのためには、なんか俺はそういうなんかノイズはね、なるべく除去していきたいなと思うところだけど、難しいわな、これね、うん、なんか信じ続けてほしいよね。だってファーストテイクやらせたって言ったから、じゃあファーストテイクに出てた人たち全員が悪かみたいなさ、そういう極論に達する人もいるじゃん、中には、まあ、あいつら全員嘘ついてたってみたいなさ、なわけねえじゃんっていう、プロ中のプロだっつうのみたいな、あの人たちが日本で一番トップの人たちだっつうのみたいなね、そういう意味ではね、売れてるっていうそういう意味ではね、はい、うん、そう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 、だからね、分かんない、ちょっと、うん、ね、なんかあんまり使わないでほしいけど、まあ、ギャラもらってやってっからいいじゃん、プラ一応やめろギャラとかあるからいいじゃないですか、まあねまあね、そう言われようと、まあね、そういうとこもあるんじゃん、まあね、それをこう、ね、そういう人もいる、それをやっぱお金と交換してるわけだからね、うん、使っちゃおう方もいる、そういう方もいる、もちろんそれはそうです、それはプロだからね、何言われようと、そう金もらってくからいいんだよね、でもそれは一つのプロ根性だから、うん、全然間違ってない、むしろ俺はそういう考えの方が肯定で、そういう人はいるよなっていう、そこまでシビアにしてかつちゃんとパフォーマンス出せるってすげえなと思うから、逆にだからこれも実際体質ですけれども、うん、要するにそういう商業音楽としての実態じゃないですけれども、うん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 、そういった部分に対して、うん、えって、まあ、なることも、まあ、なるとは思いますけど、なんか結局でより出てきたその音楽に対して評価をしていただきたいなって、そうだよね、分かる、それまでの過程を、うん、なんか追い求めたいとか、うん、っていうのであれば、うん、むしろあなたが立ってほしいですね、うん、もしくはあなたが、うん、後ろから支えてほしいです、うん、エンジニアとしてって思っちゃう、うん、やる側に来れば分かるよっていうことなんだよね、まあそうなっちゃいますね、うん、だって誰かを騙そうとかさ、誰かを不利益にしてやろうとか悪意を持ってやってるわけではないわけじゃない、ファーストテイクにしろ別に、はい、まあ、今回ちょっと、まあ、ファーストテイクだったので、うん、まあそうね、無料のプラットフォームだったので、うん、ああいう感じにはなっちゃいましたけど、そう、ね、もう実際こう音楽ってそういうふうに過程を超えて作品ができて、それを市場マーケットにこういういくらですっていう形で世に売り出して、それを買ってくださる、聞いてくださる消費者がいるわけじゃないですか、うんうん、最終的に権利的にはその消費者に当たるわけであって、うん、今自分が話したこういう過程があるんだよっていうのも別に知る由もないとか知る必要性は確かにないんですよ、ね、うんうん、ただそのなんというかそういう過程があるんだよっていうそういう事実があるんだよっていうことは、うん、明らかになった
ことに対して、うんうん、そこまで追求は、うん、しないでいただきたいっていう。そうだね。それすらもあったかい目でエンタメとして見てほしいし、そこまで音楽が幻想的だったのかっていうか、ブラックボックス化されていたのかっていうことに対するショックが今回は私は一番。ああ、なるほどね。そうだね。なんていうか、まあ、もう結構どうしてだろうねっていうことを話しちゃうと、多分これって鶏が先か卵が先か、生き物が先かっていう。そうね。形になっちゃうんで、うん、というところかな。こんな感じですね。ファーストテイク、まあね、今回物議を醸し出したからちょうどいいなと思ってちょっとやらせてもらったけど、はい、うん、あ、まあ、だからまあ一概に結論もなかなか出せないのもね、難しいとこやね。一言でパッと言えるような言葉でこ うまく直せないのもね、申し訳ないけど、いやめっちゃむずいな、ピッチング戦に関しては。まあ、ピッチング戦に関しては我々側からしたら知って当たり前の、うん、そう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 、しないなんてありえないくらいさ、しないのは、まあ、本来はありえない、まあ、そうだね。で、まあ、でしないって選択も一つの表現だから、はい、それはジャンルとかそのアーティストによっては全然ありだし、はい、あ、しないって選択をしたんだ、なるほどな、でもか音源かっこいいから OK みたいなさ、はい、それくらいのニュアンスだよね。そうですよ、本当にそれぐらいの、うん、別に。だからなんかそれによって それが理由で聞く聞かないってなるっていうのは、うん、少なくとも私は絶対にない。そうだね。ない。なんかハイスタとかもさ、はい、全然してないんだって。うん、あ、そう、あの、まあその方がいいじゃんっていう理由で、はい、そうそう、あんまきっちりかっちりしちゃうと俺たちっぽくないよねっていうことらしいんだけど、はい、あ、すげえわかる。確かにハイスタは別にピッチがいいから好きなわけじゃないじゃんっていう、はい、ハイスタはやっぱあの勢いのある感じが好きだから、うん、だからピッチ補正してない、なるほどなって、表現として合ってるよなとかね、うん、そう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 、だからそう、ピッチイコールね、正しいとか悪とかって話じゃなくて、本当表現の一つだから、ただ、はい、うん、だから補正という表現を使うっていうことが悪なのかっていうふうにはならないでほしいし、まあ、今回はファーストテイク一発撮りって歌ってるチャンネルがそれをしたってことについての是非っていうところだから、はい、まあ、そこは見る人によって考え方変わるよね。今回起こったのはこの何ていうか起こってしまった炎上というか、うん、発端のピッチ補正っていうところからありますけど、うんうん、まあ、話してるとここまで火がついちゃったなっていろんなものが重なってるなって思いました、ね、ああ、なるほどね、はい、まあ、まずここまで音楽というものが、うん、ゼロから一にというか作り上げられるまでがブラックボックス化されていたということ、うんうん、で、そうね、普通の人は分かんないもんね、はい、で加えて今聞いている消費者側、リスナー側からしたら、うん、もう完全にアーティストがアイドル化されてしまっているが故に、うんうんうん、評価方法が限定方式になっちゃったっていうこと、ね、はい、言ってたね、はい、そうだね。少なくともまずその2つがあります、うん、じゃあなんで、じゃあそれは責任がどこにあるのかっていうと、それはもう鶏が先、記憶が先かじゃないですけど、うんうん、そうね、アーティストの方なのか、それは消費者としての文化の方なのか、はたまたそういうのをずっと隠してきた商業側のせいなのか、なるほどね、においての嘘、レーベルだったり、そうだね、そうね、どこをどっちが悪いかは難しいね。そうだね、だってラーメンってさ、スープが大事か醤油が大事かって話じゃん。はいはい、返し醤油って大事なんだぜっていう。それちょっと上がりなんですね。いや、ラーメンの作り方もさ、はい、みんな知らんよ。あ、そういうことですね。そう、そういうことですね。みんな醤油にどれだけ情熱をかけて醤油を作ってるか、返しを作ってるか、みんな知らんよねっていう。一杯で、そう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 。そうそうそう。どれくらい。ガラオルグレータクの場所、ガラは何を使っているのか。そう。ね。
ね、それに対して返しをどうやって合わせるか、返しは2つなのか、柄は何種類使うのか、そうなんです、もう 無限の組み合わせ多分違うな、多分違うな言ってるの俺は違うな、いやファーストテイクって名前が良くないですね、んファーストテイクって名前が、あ、名前もだし、名前も、あれはだって音楽知らない人を騙すネーミングでしょ、名前だって確かに、だって現にサラリーマンやってる時に、はい、勘違いしてる人がいたからね、あ、で俺ともう一人はバンド経験者で、はいはい、いやいや絶対触ってるから、うん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 、ファーストテイクって名前は名前をつけるのは自由っていうの、確かに、ああ、そうですよね、そう、だからさっきちらっと言ったけど、そのアーティストがゴールをどこに設定してるかね、はいはい、はい、でさっきハイスターって聞こえたけど、はい、ハイスターが触らないだろう、うん、ただね、じゃあハイスターがノータッチかって言ったら違うじゃん、うん、そうなんですよ、 EQ は触るだろうし、そう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 、カウントは消してるだろうし、うんうんうん、でそれも調整じゃん、そうですよ、うん、だってもうマイクだけの音なんて正直聞けたもんじゃないじゃないですか、言い方悪いけど、だからありとあらゆる調整を行ってる上で、うん、さっきちらっと言ったけどボーカルの表現は最高だから、ちょっとピッチが、じゃあピッチ触ればもうバッチリやん、うんうん、でいいじゃん、うん、ほんと思います、逆にピッチが完璧で表現が足んなかったら多分もう一回通るよ、そうです、あ、そうです、そうです、そこはそういうことでしょ、そう、足せない部分だからね、うん、ほんとそうっすよ、だから何が良いかっていうのは、ね、うん、ゴールかっていうのは多分世間一般の人が思っているよりニュアンス表現の、うん、はい、ミュージシャン、そうですよね、ミュージシャン側からするとそうなんですよね、ただ世間がそれを求めなくなりつつあるからやべえよって話、はい、なるほどね、正確な音楽の素敵違う、そっか、あー、でもすごい腑に落ちますそれ、わかる、だからモニターの、ね、転がしの横にディスプレイが歌詞カードが上がってくるでしょ、うん、どうでもいいだろ歌詞カード、どうでもいいか今まあまあまあわかりますね、でもでもね、僕もそっち派です、だってライブの階段じゃいつも原始と違います間違えてんだって、うん、いいんだよ、間違える言葉ダメなんじゃない、そうそうそう、ダセーえ演奏するのがダメなんだ、うんうん、それが答え、いや、まあ、超わかる、僕は完全そっち派です、今もうほんと腑にしか落ちないありがとうございます、ありがとうございます、ほんとそう、最後持って帰ったな